挖口子。こんばんは、こんばんは。隣にありますよ。こちらですね。まあ、台湾でもラード絞りはあんまり普及、まあ、言うほど普及しない、していないと思いますね。普段は店で直接、まあ、絞ったラードを買う方が多いですね。まあ、ただ自分で絞った方がまあ、安いし面白いしですね。生絞り1杯、まあこの後で、まあ、絞りたての200度近いのラードを、まあ、飲んだ方でもいいですよ。大体20分、30分くらいですね。まあ、この量は一斤600グラムですので、大体半年ですね。半年で消費します。まあ、この量なら大体この一杯のラードを絞りますので、大体半年で消費しますね。まあ、普通の家庭ですから、店なら1日で使い切るでも、まあ、店ではこの量だなら、まあ、多分1日で使い切りますね。動画で出たのは軽油、いや、ほとんどラードですよ。
塩コショウに塩コショウを振ったら美味しいですね。我口子，我口子。言うほど ASMR ですか？まあ、今はマイクで撮っていますので、なんか自分の口元に近いところにマイクをつけていますので、なんかラードの音が取れるかどうかよくわからないです。水分なくなってきた。いや、まだまだですよ。まだ水分いっぱいですよ。まあ、やることないし、バナナ食べよう。まあ、これからうるさくなってくるかもしれません。上のあれを つけますので、ちょっとうるさくなりますよ。強い、まあ、バナナの匂いですか？それともラードの匂いですか？我所知、我所知。まあ、匂いは、まあ、なんていうか。特殊な香りですね。ですので、野菜炒めでラードで炒めたら、まあ、特別な香りがあって、断トツ美味しいですね。
水分がなくなりましたね。これからは油が流れ出す時間です。よく聞こえますか？上のあのあれ なんだっけ？これがうるさすぎてなんか何にも聞こえなくなりますかと思いますね。これは換気扇で言うんですか？換気扇であの窓につけるやつじゃないですか？これまあ。ともかくこれですね。あれがうるさいですね。
ードを買いたいときは皮肉といえば出してもらえますかね。まあそのままあのラード絞りのラード絞り用のあのウイを言ったらいいですか。いいと思います。まあ、厳密に言えばこれはあの板油というあの、まあ、木の板の板ですね。板油という部位ですね。まあ、基本的にはあの豚肉屋さんに行ってあの全てが白く、まあ、全てが白い部分はこれですね。他の部位は少なくとも赤い部分があるんじゃないですか。これはあの全てが白いです、ね。全てが白い部分はあのラード絞り用の部位ですね。そうですね、あっという間にこうなりましたね。まあ、別に部位を学校で学ぶとかはないですけど、まあ、この料理したいなら、まあ、自然に覚えられるんじゃないですか。まあ、分からなくてもあの豚肉屋さんもあの豚肉屋さんにあの何の料理を作りたいとか言ったらあの豚肉屋さんはあの、まあ、教えてくれますよ。まあ、彼らは専門家ですから、まあ、どんな料理でも大体把握できます。爆発で顔に飛び上げました。ちょっと離れてみましょう。今日の肉はなんかみずみずしいですから、なんか爆発が激しいですね。まあ、時々あのこの部位はなんか毎日買う人がいるわけじゃないですから、時々あの豚肉屋さんがあの冷凍庫に入れてあのなんかそうするとなんか。水分がこんなに多いんじゃないですね。まあ、今日買ったのはなんか今日屠殺した
らしいので、あ、やけにみずみずしいですね。なんか落ち着いたみたいですね。ストローストローですね。ちょっと絞りましょう。これくらいなら大丈夫ですけど、縛らなきゃ。完成と言ってもいいですね。くるみの飴焼き、 あんまりくるみは食べないですね、まあ、僕の家では。
最後の一滴まで絞り出しますね。手が足りないですよ、コップを持ったら。猫の手を借りたいですね。高校に留学しそうですか？人生のアドバイスしてほしいです。私の高校の友達もある人が留年して結局卒業しないですね。それでも同等の学歴とかで大学受験し受けたんですね。大学卒業したら高校の学歴でどうでもいいじゃないですか。それくらいですね、アドバイスは。
まあ、あの友達が留年した原因は、毎日遅刻する ためですね。まあ、かなりバカな理由ですけど。いや、母ちゃんじゃない、おばあさんですよ。なんで換気扇をつけないの？って聞いてましたね。いや、おばあさんは日本統治時代に生まれましたので、昔は日本語名とかもあります。やばい。今回はなんかいつもより量が多い。もう。ちょっとやばいかな。まあ、もう入れないので、残りはそのまま放置して、明日の料理に使いましょう。まあ、今回の結果はこれですね。今はもうまだ100度以上ありますので、まあ、非常に危険ですね。飲みたい。
ああ、搾りかす美味しいですね。まあ、それでは今日はこれくらいにしておきましょう。おつおつ。